はいつも配信楽しく拝見しています、えー、今期のスト5では多数のルーク使いプロが生まれ、えー、トパちゃんで盛大にやらかすことも期待されていましたが、えー、蓋を開けてみればトキオさんのみぶっちぎで他選手は苦戦という内容になりました拝殿、えー、イイさんから見て時尾さんだけうまくいった44何だと思いますかうーんまあ普通に技術の差ですよねまああとそのゴーキーを使ってたやっぱり技術がかなり活かせるキャラっぽかったんでまあそうなったんかなって感じですけどまあ正直そのルークがやっぱめちゃくちゃ強いって言われてて まあどうなるんかなとは思ってた。あの、スト5で、その通りになったことってあんまないですね。新キャラ、このキャラ、絶対強え、めちゃくちゃ強えって言われたキャラが、大会出て、その通りすげえ活躍するしたことはないかも。あの、前回のセスもそうやったんですよね。前回のセスも、いや、このキャラ、明らかにもう強えわ、みたいな。最強だわ、みたいになってて。 でめちゃくちゃ人口多かったんです今のルークル多かったかも。まあ、ももち、ドグラ、プゲラ、サコ、あと誰だったかなまあ、みたいな感じで、もう、かなりの人がセスにあ、エイダとか、キンさんも言ってたけど、いろんなセスにキャラ替えしてて、で、大会、あってんけど、実際セスはあんま勝たなかった。シェーンも使ってたし、まあ、やっぱりその、新キャラで、その、勝つっていうのは、 本当に難しいんで、で、そのキャラがずっといたら勝ち出すんやと思うねんだけど、まあ、その、しばらくしたらもう調整されるんで、で、セスが調整されて、セスの時代は終わったっていう。で、ルークも、こっからどうなるかやね。まあ、ルークちょっと調整されてて、ただ、ルーク使いが明らかに増えてはいるんで、まあ、こっからどうなるかですね。まあ、最初ではとりあえず、まあ、追いつけなかったって感じですね。ルーク使いが。まあ、トさん以外は追いつけなかったって感じ。そうだね、リロイジャパンにならないぐらいの強キャラ。 まあゲーム性もかなりでかいとは思いますね。結構鉄拳って割とキャラ替えがスト,ファイストリートファイターよりはやりやすいのかもしれない。もしかしたら。かなり大変なんでやっぱりキャラ替えするの。まあ鉄拳ちょっとわかんないですけど、あの、スト5で。まあこのキャラ強いよねって言ってか使って勝てるってことはほぼないというかほとんど見ないですね。それをできてる。俺もあの5機使ってやっぱり全然勝てなかったしすぐ。まあ2年目の ぐらいからかなりかかになっててんけど、まあ結局2年目のエボで、まあ、ちびでママやめちゃったんで、CJ 出れなかったんですけど、やっぱりまあ1年ぐらいですね、あの見てると。俺もそうやし、他の人見てても、やっぱ1年ぐらいはかかってるケースが多い。その藤村の伊吹しかり、梅原さんのガイルしかり、まあ、ボンちゃんのナッシュしかり、まあいろいろありますけど、大体そんでぐらいで、 で一応唯一例外があるとしたら、俺の中ではですけど、カリンですね。あのキャラは、相当買ってた、1年目から。キャラだけで言うと、カリンだけが俺の中で例外のキャラで、他のキャラはまあ、大体そんな感じですね。キャミーとかも強い強いって言われてますけど、言われてましたけど、やっぱりキャラ返してすぐ買ってる人はいなかったし、そうサコさんに関してはメナーとなって、やっぱね、しばらくかかってるし、っていうところで、でまあそれが普通で、で時戸さんは、人の例外は時戸さんだね。 ルークもそうなんですけど、まあ、ルークでそのキャラ返して勝つっていうのはもちろんすごいんですけど、まあ、一番は、やっぱユリアンですね。ユリアンにキャラ返してあんだけ勝つっていうのはやっぱ異常やなと思いましたね。その、藤村の息吹とか、梅原さんのガイルとかって、まあ、新しい新規開拓もしてるわけじゃないですか。例えばその、まあ、息吹に例えばキャラ変えて、まあ、自分も息吹の連動を あの身につけるのに時間がかかるけど相手もそれに合わせて息吹の対策していくから、まあ、同時並行で進んでいくわけなんですけどユリアンの場合ってもうユリアン対策っていうのがもうガチガチに正直組まれてる状態のところに入って勝ってるからあれはちょっと異常ですね異常なことやと思います本当にはいまあ、そんな感じかな時戸さんをサードで使ってたからどうせ攻略するときには関係ないと思いますドグラセスも思い出してあげてドグラセスってなんかしたっけ わ <laughs> かるいや知ってるよどれラらいが説使ってのは知ってるけど合図の説って何かしたっけそうですね攻略がすでに出来上がったところを後追いでその攻略を上回っていくっていうのはやっぱり普通はまあありえないですねあ,あ,のたあの短時間でやるっていうのはなかなかできないっていうか普通はできないですね逆に時戸さんにジャッキャラ使わせるどこまでできるのか見てみたいなあまあそれはあの絶対叶わないことですけど面白いよねだから今竜とかを例えば今の竜とかを トゲオさんが本気で使ったらどんぐらい強いのかとか普通に興味あるかなり強いと思うんですよ勝つと思うんですけどまあもちろんそのもっと勝てるキャラがいるから絶対リ竜は使わないと思うんですけどまあ面白いだろうねそれができたら <laughs> マニュケンでそれ難しいなしか発言しなかった <laughs> そりゃ解雇されるわ情報だけあいつもらうの情報もらうだけトビオさんはこれから情報を共有されてもっとルーク強くなるべきにったあまあその辺りはちょっと分かんないですけど まあ、ルーク、他のルーク使いが、あの、もっと勝ち出すでしょうね。やっぱ、真帆さんのルーク、俺、かなり注目してますね、今。相当強くなるんじゃないかなっていう。やっぱ、キャラの評価があんだけ高くて、モチベもすごいんで。ただ、ルークに関しては、俺は、その、観戦した感じで結構見てて面白かったんで、まあ、それが俺的には良かったなっていう感じですね。あれでもしちょっと見てて、まあ、個人的にね、個人の感想ですけど、このキャラちょっとあんま見てて面白くないなと思ったら、ちょっときついですけど、 まあ、ある程度増えても、結構楽しめそうだなとは思いました。まあ、対戦してる方はちょっとわかんないですけど。孫さん、時間かかるイメージあるからな。結構早いん,いや早いんですけどね、孫さんも。まあ、早いんですけど、さすがに、ちょっと今回は時間なさすぎたっていう感じかな。まあ、いろんなキャラも使ってるしね。続きます。はい、皆さん、こんにちは。ダイモン、サスカッチ、マコトの3人を好きな順に並べてください。理由も教えてください。お願いします。そして、ダイモンが一番好きだって言ってください。出た、このダイモンおじさん。いや、こん中で俺がダイモン好きってのはないやろ。 まあ難しいねでも3キャラとも確かにでも思い入れがある3キャラだね大門、まあ、はやっぱ子供の時に自分をまあ格ゲーのまあなんか勝てるようになった時のキャラで、まあ、サスカッチャーも攻撃優勝した時のキャラでとはまあなんやろな、まあ、ストリートファイターで勝たせてくれたキャラみたいなそうだね勝たせてくれたキャラだったんだよね トに関しては正直そのちょっと最近やっぱ4になく5になくてやっぱそのちょっと久々に会いたいって意味では誠だねだこれ結構この好きな順とかって結構当てにならんくて多分トがスト5にいたら誠じゃなくてサスカッチとかになってる気がするんですよやっぱりその 最近ちょっと会ってなく寂しいなみたいな。だあの、人気投票とかも大体その4にいないキャラが、4とか5にいないキャラが、まあ、5にいないキャラか。が上位になるやん。そうそうそう、欲してる順位になるんですよね、どうしても。まあ、誠は正直6には出てほしい。っていう意味では、まあ、サスカッちゃ出ないじゃないですか。だかまあ、誠6出てほしいなーって感じで誠ですかね。ちょっと大人になった。 で、まあ、サスカッチとダイモンかな。さすがにサスカッチはやっぱり相当思い入れがあるんで。まあ、今月のね、何日だった ?25 日だったっけ忘れたけど、あのー、カプコンファイティングコレクションっていう、まあ、ネット対戦できる、その、セーバー、バンパイアとか、まあ、あの、ハイパーソースが入ったやつが出るんで、それちょっとやれるの楽しみですね。 うんはい、これはかなり楽しみにしてます、今。6と誠の年齢いくつぐらいなんだろう。で言うて多分ね、二十歳ぐらいなんじゃない二十歳前後なんじゃないあの、スト4の時が誠、確か中学生で、サードの時の誠って何歳ぐらいなんやろうなまあ、10代ですよね、でもあれ、絶対。だからまあ、言うて20代ぐらいなんじゃないですか。誠、仕事何してんだ そそれこそあの道場の師範とかやってるんでしょ多分ゲーセンテイになってたら嫌だなそのもともとあの道場を守るために大会に参加してるんでそのお父さんの道場が潰れそうででその道場のを有名にさせるために大会に出るってキャラなんですでエンディングだとまあその誠の活躍のおかげでえっとその林道館っていう、まあ、道場が有名になって 弟子がめちゃくちゃ並んでるっていうエンディングなんでだからまあそっちの道に進んでんじゃないかな <music>